今回は動画を簡単にアニメ化できるドモ AI というツールをご紹介します。まずはこちらの動画をご覧ください。このようにもともとある動画を簡単にアニメ化することができます。アニメ化できるバリエーションは非常に多く、さらにアップデートも頻繁に行っています。最近では TikTok の収益化もあり、ショート動画のブームが来ているので、このツールはなかなか強力だと思います。動画を見ていただければ、誰でも簡単に使えるようになるので、ぜひ参考にしてみてください。早速使い方を見ていきましょう。まずは概要欄のリンクから、ドモ AI の公式ページを開きましょう。変換した後の動画サンプルが見れますが、かなり精度が高いことがわかります。真ん中にある「ジョインアワディスコード」を押して「ディスコード」を開きましょう。するとこのような画面が表示されると思います。ドモ AI は「ディスコード」というアプリを用いて使用する必要があります。ディスコードの登録がまだの方はまずは会員登録を行いましょう。ドモ AI に限らず AI 系のアプリはディスコードを使うことが多いので会員登録を行っておくことをおすすめします。無事にディスコードでドモ AI が開けたら、このような画面が表示されるかと思います。英語ばかりで難しく感じる人もいると思いますが、使い方は非常に簡単なので、安心してください。左のブロックにマウスを持っていって、少し下にスクロールすると、左側のタブにジェネレートと書かれた項目があると思います。このジェネレートと書かれたタブをクリックします。数字はいろいろありますが、どれでも大丈夫です。クリックするとトークルームに入ります。トークルームを見てみると、他の人たちが生成した動画が確認できます。下部にメッセージを入力できる欄があるので、こちらにスラッシュを打ち込みます。いろいろな予測項目が出てきますが、V を押してビデオを選択しましょう。するとこのような表示になります。ここの部分に変更したい元動画をドロップします。ドロップすると、すぐに画面に元動画が反映されます。その後、再びメッセージボックスをクリックして、プロンプトを入力します。こちらのプロンプトに関しては、後ほど詳細をお伝えしますが、ひとまず適当な文字を入れれば平気です。一応、今回はアニメーションと入力して、エンターを押します。しばらく待つと、このような表示になるかと思います。アニメから始まるプルダウンボックスがありますが、ここでアニメのスタイルを選ぶことができます。現状は10個以上選択肢がありますが、お好きなスタイルを選びましょう。まずはフラットカラーアニメスタイルを選択して進めていきます。その下にはソースビデオとマイプランプトという選択肢があります。これは元動画の要素か、それともプロンプトの要素のどちらを強く反映させるかといった項目です。ひとまずデフォルトのソースビデオのままにしておきます。その下には 3S や 5S のように書かれた項目がありますが、何秒の動画を生成するかという選択肢になります。これはフリープランと有料プランで選択肢が変わってくると思いますが、私はスタンダードプランに入っているので10秒までは生成できるようです。ちなみに20秒の動画を作るためにはプロプランに入る必要があるみたいです。今回は5秒の動画を生成してみます。すべてを選択してスタートをしたら、あとは待つだけです。動画の長さによって異なりますが、今回は10分ほどで動画が生成されました。出来上がった動画がこちらです。冒頭でもご紹介している通り、かなり良い感じの動画が出来上がりました。他のスタイルでも試してみましたが、しっかりと違う雰囲気で動画が生成されています。リモコンが消えてしまったりと、若干の不具合はありますが、おそらく今後のアップデートでさらに洗練されていくことが期待できます。それでは、次に新しく追加されたプロンプトを反映するスタイルを見ていきましょう。先ほどは適当に入力したプロンプトですが、今回はグレーのロボットという具体的な指定をします。そして、こちらのプルダウンから、Any Style by Prompt という項目をクリックします。このスタイルを選択すると、先ほど入力したプロンプトに即して、動画のスタイルを変更してくれます。この場合は、
勝手にプロンプトモアが選択されるようです。それではスタートを押して動画を生成してみましょう。出来上がった動画がこちらです。しっかりとグレーのロボットに変更されて動画が生成されました。他のスタイルと比較するとまだ粗い部分はありますが、おそらくこの改良も時間の問題かと思います。ドモ AI は動画生成に数分かかるので、待っている間に自分の投稿が流れていってしまいます。そんな時にすぐに自分の投稿を見つける方法があります。右上に四角いマークがあるので、こちらをクリックしましょう。すると、自分の投稿が一覧で表示されるので、そちらで作った動画を確認することができます。自分が作った動画がどこにあるかわからないとお困りの方は、ぜひ活用してみてください。ドモ AI を使用するには、課金をする必要があります。プランはいろいろとあるので、用途に応じて選択することをお勧めします。プランを見るには、スラッシュを押して、サブスクライブを選択して、エンターを押すと確認ができます。前述の通り、私はスタンダードプランに入っていますが、それでも十分に遊べるといった感じです。それぞれのプラン名を押すと、支払いが可能になります。試しにベーシックプランを押してみましょう。すると、このようなページが表示されます。それぞれプランによって値段が異なるので、必要に応じて課金するか否かを決めましょう。また、年間プランにすると割安になります。初めのうちは、どのくらい使用するかがわからないと思うので、一度月間プランで様子を見るのも良いと思います。ちなみに、ドモ AI のツイッターは割と活発に投稿を行っているので、このツールが気に入った方は、公式アカウントをフォローすることを推奨します。たまにキャンペーンなども行っているようなので、情報を見逃さないようにしましょう。最後に、他の動画でもいろいろと試してみたので、こちらの動画もご覧ください。少し前までは、アニメスタイルに変換すると破綻が目立ったのですが、最近のアップデートで素早いスピードの動画でも破綻が少なくなりました。また、変換する元動画の内容によっても、向き不向きが若干あるように感じます。今回使用した動画は全て有料素材ですが、もちろんスマホで撮影した動画などでもしっかり変換してくれます。現状では変換できる秒数が少し少ないですが、TikTok や YouTube ショート、インスタのリールなどでは十分に使えます。アイデア次第で楽しめると思うので、ぜひ試してみてください。このチャンネルでは最新の AI ツールをご紹介しています。参考になったという方は、チャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。